はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4現代モッド日本プレイの続きをやっていきたいと思います。ここまで対北朝鮮対中国戦を睨んだ戦闘準備を進めてきていますので、今回もその続きになります。では早速時間を進めていきましょう。まずはですね、今中国の方で第2の中華民国、台湾に続いて第2の中華民国ということでクーデターを起こさせることに成功したので、ここに軍を送っていきましょうというところで義勇兵を派遣しているというところになります。中国と中華民国、第2中華民国とでも呼びましょうか。そこでの戦闘を長引かせて、できれば日本が正式に中国に対して宣戦布告を行う、その時までこの第2の中華民国が生きたままであれば理想的かなというふうに思います。さて、あとはですね、事前に確認しておきたいところは建設周りなんですけども、今南マラヤ、ここで軍事工場が一つもうすぐ、ロールアウトというか、出来上がるかなと思うので、その後は中国とベトナム、ラオスの国境沿いに陸上要塞をご覧のように8つ建設する予定になっているので、この建設を急ピッチで進めた後は再び軍事工場、さらにその後には日本海岸側中心に沿岸の要塞ですね、これを築き上げるというところまで、計画としては進めていけるかなというふうに思っています。対中国戦は一筋縄ではいかないというか、すぐには終わらないというふうに思っているので、そこをね、長期戦になった時に万が一制海権を奪われたようなことがあったとしても、沿岸要塞で敵の強襲上陸を退けるというところなんですけど、中華民国、第二中華民国の押し込まれ具合が半端じゃないですね。これはもうあっという間に滅びそうだな。義勇軍がたどり着く前に戦闘が終わりそうな、そんな気配もするんで、ちょっとそうなると中国に対しては第二のクーデター、これを起こさせましょう。クーデター何も1回だけっていうことはないと思うので、そうか、今内戦中だから、内戦中にさらにクーデターを起こさせることはできないという状態ですね。そうなると中華民国、第二中華民国はあっさり滅びたな。計画ではこのクーデターを長引かせるっていうのが一つの目標だったんですけどね、義勇兵がたどり着く前に内戦は終結しそうですね。内戦が終結したらすぐさままたクーデターの工作を仕掛けましょう。これはどことどこが戦ってるんだ？今パッと見海戦が行われてますよね。ちょっとすいません、画面が見づらくなっちゃいましたが、例えばここ台湾がいよいよ戦争を仕掛けた感じかな。日本はまだ戦争状態に入っていないはずなので、普通に考えたら台湾と中国が戦争を始めたというところかもしれませんね。あと香港でも戦闘状態に陥っているところがありそうな。ただ国際緊張でいうと中華民国だよね。中国と中華民国、ただここでいう中華民国っていうのは第二中華民国の話で、いわゆる台湾ではない、そういう認識で合ってるかな。では再び中国に対して内戦が終結したのであればクーデターを行わせたいけど、クーデターはまだ無理。
内戦はまだ完全終結はしていないというステータスだな。これそうなるとどうなんだろう、中華民国と第二中華民国と中国、これが一気に内戦状態に入ったっていう風に考えていいのかな。香港はでもだいぶ硬そうだな。義勇軍をちょっとさらに送りましょうか。航空義勇軍も送るし、2師団送りましょう。航空隊も送る。香港を確保してるのは大きいよな。でも香港、マカオ、いやマカオは楽しいですよね本当にね。マカオにいる中国の女の子たち、もう100人いたら99人かわいいですからね。まあ、作り込まれている人工的なものかどうかっていうのはもちろんあると思うんですけど、そういったものを差し引いてでもまあかわいい。これ完全に第二中華民国と中国の内戦。これ第二中華民国は軍の大半をおそらく香港で集結させていたんじゃないかなっていうね、そんな状態ですね。ぱっと見この小さい香港にどうだろう、軍としては24、5師団置いてますよね。まあ、ただ苛烈なまでの中国軍の攻撃にさらされているので、まあ、これが無事でいられるかどうかというのはまた別だとは思うんですが、ここに一刻も早く航空義勇軍と陸上義勇軍、これを送り込んで中国を内戦状態に陥らせましょう。さらにマカオ、広州、この辺りも第二中華民国が支配下に置いてくれればね、よりありがたい。義勇軍はじゃかじゃか送っていきたいので、義勇軍を送れるタイミングが来ればどんどん送っていこう。最大派兵が2で、第二中華民国が持っているプロビンス、まあ、つまり州、これによって送れる師団の数が変わってくるっていうことなので、送った義勇軍が活躍してしっかり領土を拡大してくれればさらに義勇軍を送り込めますね。我々の義勇軍の到着予定は11月21日。まだちょっと時間がありますね。今11月15日なので、あと6日間、まあ、なんとかこれが持ちこたえてくれていればいいんですよね。まあ、その間に徴兵の具合とかを確認しておきましょうか。まだ配備可能な分がない。あとは生産のラインですね。生産のラインで見ておくと、歩兵戦闘車、これだいぶ数が戻ってきましたね。1500まで来てる、うん、で、あとは数でいうと欲しいのはどうしてもやっぱり一番上にあった歩兵装備なんですけど、軍用トラック劇的に改善してるな。ちょっと軍用トラックの数減らしましょう。生産に割り当てている工場の数ですね、これを劇的に減らして5ぐらいまで減らしますか。もう十分に数としては用意できているかなと思って、あとはもうこの先は飛行機ですね。航空戦力
庫の大増強を行っていきましょう。あとは何といっても歩兵装備、ここに28個の補助を割り当てたので、これでだいぶね、状況が変わってくれればいいかなと思います。でアルミはアメリカから輸入していきましょう。さてこれで香港に手段が到着したので一旦時間を止めます。で状況を整理しておくと、まずは工場なんですが、生産のラインに全部の工場を組み込んでいますというところと、あとは、生産のラインをいろいろいじったことによって起きた物資の過不足っていう面でいうと、まずはオイルですね。これちょっと過剰輸入状態なので減らしましょう。であとアルミはね、必要量はそれなりにあるのでこのままでいいでしょう。でその他ゴム含め、鉄鋼等々はご覧の通り足りているのでこのまま行きましょう。まあ、ちょっとアルミがどうしてもね我々の領土からは取れないので、アルミだけはこの先も、まあ、輸入に頼らざるを得ないのかなというところはあるんですが、それ以外はまあ、あの数はともかくね、採掘量としてはあるかなというところです。さてでは時間をまた進めていきましょう。ちょっとマカオをね取りに行きましょう。マカオ、あとは航空戦力だよね。航空戦力、ちょっと今いるこの香港に空母一隻出しましょうか。空母今、まあ、すぐに動かせる空母としてはこの第7艦隊の空母、これを急いで香港マカオに派遣しましょう。でさらに海軍、ここにちょっと数は少ないんですが航空戦力として第4世代の攻撃機マーク2ですね、これを100機ほど配備していきましょう。でこの航空戦力をマカオ沖に派遣します。で西団、義勇軍として戦闘に参加している西団の護衛戦闘機としての役割を担ってもらいましょう。マカオのダッシュだな、だからマカオのダッシュ。でさらにどうだろうな、中華民国に対してはレンドリースを行いましょうか。ちょっと数としてはね、これぞというのは送れないんだけど、200がどんだけの価値があるかというのはちょっと微妙ですけどね。まあ、とにかく
この香港近辺に中国軍を釘付けにしたい。3分の1は難しかったとしても5分の1ぐらいの師団をここにやっぱり釘付けにしたいという意図があるので、まあ、ここにねなんとか踏みとどまってもらおうというところだと思います。でそのためにはやってきましたこの第7艦隊、これ結構数としては12隻体制と少ないんですけど、まず最新鋭の第5世代空母2隻、まあ1隻の葛城に関して言うと何も航空戦力を積んでいない状態なのでこれは積んじゃいましょう。まあ遊ばせておくのももったいないというところだと思うんで、ここに航空戦力を配備しましょう。まあちょっと話の途中になりましたけど、この第7艦隊の戦力でいうと今ご覧いただいている大砲葛城、これが今日本軍が保有している最新鋭の空母第5世代の空母200機搭載できるこの空母、これはねかなり大きいかなというふうに思ってます。なのでまあこれらの戦力に加えて、あとはちょっと戻りますね。この第7艦隊の戦力でいうと、まあ、ちょっと今回は強襲揚陸艦第4世代のものが入ってますけど、まあ、上陸作戦は行わないんですが強襲揚陸艦、さらに第5世代と第4世代のミサイル巡洋艦が1隻ずつ、さらにフリーゲート艦が3隻で、コルベットが2隻、潜水艦が2隻ということで、主力の航空母艦これが2隻入っているのは、現状の日本艦隊ではこの第7艦隊だけです。で航空戦力も今見てもらった通り400機、運用可能というところですね。さてはにらみ合いの続く小競り合いの続く香港ですが、まあ、なんとか踏みとどまってもらうしかないからな。中国軍の、まあ、いわゆる師団数は無限と言っていいので、この無限の中国軍に打ち勝つにはその無限の戦力をいかに細切れにするかというところだと思うので、まあ、粘り強く香港は守りましょう。で、北朝鮮との戦争を始めた時に独立保障をかけている中国との戦争になる想定をしているので、角刈り君との戦争の予定開戦時期、これをちょっともう一度確認しておきます。これがですねちょっと画面左見づらいかなと思うんですが、2028年1月12日ここが開戦予定日です。なのでまあ今2026年12月なので、まあ本当にちょうど1ヶ月と1年後、まあ、13ヶ月後ということになると思うんですね。なので13ヶ月間この香港を死守しなきゃいけないと、これはなかなかしんどいですね。まあ幸い日本軍が削られているという形跡はないんですけど、これ第二中華民国軍がやられれば2師団しか派遣していない日本軍はあっという間に飲み込まれてしまうので、なんとかそうならないように踏みとどまりましょう。ここに核攻撃を一発ぶち込むっていうのはどうなんだろうね。ちなみに今の制海権は取れてないか。制空権が欲しいところなんですけどね。
まあさすがに中国軍もこの辺りは航空戦力の数は多いので、あとミサイルの発射もまだまだ早いので、待ちましょうというところだと思うんですよね。やっぱりこの香港、マカオ、この辺りに1個日本軍も活動可能な拠点が欲しいですね。まさに香港が火の海になろうとしてるっていうこの状況なんですけど、なんとかその上空に制海権を確保できれば核を一発ぶち込みたいというところなんですが、さて、話変わって研究は航空はもう全部終わりですね。そうなるともう用途があるかどうかは別として、この駆逐艦を作っていくとか、まあ、研究していくとかっていうことになりそうですね。空母から出している200機の艦載機、これでは制海権は取れないということだな。まあ、中国軍さすがですよね。マカオでの戦いはまさに一進一退、まあ、中華民国としてはこの香港がなんとか死守したいというところだと思うので、まあ、これに力を貸していくわけなんですけど、一進一退の攻防からこちらがやや有利に進めるにはやっぱり制空権が欲しいですね。そうなるとどうする？南シナ海にさらに空母を出して航空隊を増強しますか。かなり悩ましいところなんですけどね。まあ、ラオスとベトナム、中国の国境間に展開している中国軍のこの数、ちょっとざっと見ただけでもどうですか？100師団近くいるんじゃないかなというところなので、ここに展開している戦力だけで日本軍の全軍を凌駕する戦力が配備されているっていうことを考えると、まあ本当に中国は多方面で戦争してもらいたい、それによって戦力が分散してようやく、まあ勝機が少し乱せるかなっていうところだと思うんですよね。まあ香港で起きているこの内戦、中華民国、これがしっかり生き残ってくれることと、できればね、チベットとかモンゴルとか、まあ、いわゆるその辺でも戦争が起きてほしいんだけどな。まあ、ちょっと制海権は維持できているので、制空権をこの後どう確保するかっていうのは考えましょう。まあ手っ取り早いのは、
航空戦力を大増強することなんですけど、それにしても中国軍のね、航空戦力のその数、日本を超えるものがあるんで、まともにそのやり方が通じるかっていうとちょっと心配だよな。でもこれ見るとスパイからの情報、まあどこまで正しいかは別にして、師団数は500ぐらいあるんじゃないかと見ていたところ、230から300、この程度まで師団の実数は絞り込めている感じがしますね。じゃあちょっと一方の日本はというと、日本の戦力は師団数でいうと65師団、航空戦力が全然勝ち目がないよな。あの4000っていう数字が出てますけど、これ中国軍は1万超えてますからね。12000、3倍の航空戦力。こことまともにぶつかるのか。ではちょっと今回はね、香港に義勇軍を送るというところぐらいしか驚きはできなかったかなとは思うんですが、この先まだまだ大きな戦争を控えてますからね、そこに向けてしっかり力を蓄えて、来るべき中国との全面戦争、その前哨戦になるだろう北朝鮮攻略戦、頑張っていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。